特に古代コインで女性が描かれるものっていうのはストライクとかサーフェスとか5点満点中何点か、これも投資価値としては非常に面白いと思います。古代コインロマンですよね。どうもコイン投資のに早まんです。1年で630万円の資金を2360万に増やしたディーラーがコイン投資で損をしないための知識を YouTube で発信しています。今日は古代コインについて主にスラブの話をしていきたいと思います。古代コインっていうのがあるらしい。へー。で、知識が止まってる人向けに、古代コインってどんなのだっけ、実は古代コインのスラブって他のとは違ってという話をしていきます。まず古代コインについて軽いおさらいです。古代コインとは紀元前600年から400年くらいの古代ローマや古代エジプト、古代ギリシャで作られていたコインのことです。今から2500年ほど前のコインなので、まあ綺麗な円ではなくてね、楕円形だったりぐにゃっと曲がっていたりといったものが特徴的です。古代コインの僕が好きなのはやはりこのコインですね。ドン、エジプトプトレマイオス朝アルシノエ2世オクタトラクマ金貨、2200年以上も前に発行された大変珍しい古代コインなんです。弟であり夫のプトレマイオス2世と共同で国を治めていて、まあ自由のね代表者と呼ばれるほど、まあ政治力を評価されて神格化されたアルシノエ2世が描かれているコイン。特に古代コインで女性が描かれるものっていうのは非常に珍しいんです。古代コインはとっても歴史的背景がね垣間見え、そして感じられるので、そういったところが奥深いですが実に楽しい。古代コインはデザインされているモチーフは神話の神様や道具、偉大な人物が多いんですけど、都市伝説の動画でもいくつかお話ししたんですが、いろんな歴史やロマンがぎっしり詰まったコインです。ここからは古代コインのスラブに関しての話をしていきます。知ってる人も多いかもしれませんが、古代コインの鑑定は NGC 社が代表的に行っております。 PCGS は行っておりません。古代コインは学術的にも非常に情報が少ないんです。古代コインの評価には博物館レベルの学術的教養が必要なんです。古代コインの知識を持っていて、なおかつ鑑定できるレベルまでの専門家の数は世界的にすごく少ない。なので NGC 社しか行っていないんですね。ということは PCGS 社の鑑定する古代コインなんてものは存在しませんということになります。スラブに入っているコインだ、安心だと思う前に、どこの会社の鑑定かをちゃんと見ましょう。過去のヤフオクで PCGS 社のスラブに入った古代コインが販売されていたんです。偽物です、けしからんですよ。本当に注意してくださいね。では次は NGC 社が行う古代コインのグレーディングについて説明します。 NGC 社の古代コイン分野は NGC エンシェントと呼ばれます。 NGC エンシェントのスラブケースにはグレードに加えて打刻の状態、そして表面の状態、そして全体的な評価が記載されています。まあグレードについては他の鑑定とそんなに変わらないです。ただちょっと特別なアルファベットがついてきます。 MS ミントステートは皆さん分かりますよね。よく分からないって方はアンティークコイン用語集という動画で説明していますので、チャンネル登録をして見てからここに戻ってきてください。未使用のコインのグレード60以上につく MS なんですけど、これが60から70には GEM、GEM、そして63から64には CH と付けられています。 GEM、チョイスと読むんですが、ここではまあ GEM、ミントステイツ、チョイス、ミントステイツと読みます。なので上から GEM、ミントステイツ、チョイス、ミントステイツ、ミントステイツの順番でグレードが高いです。すごく言いづらい。次は古代コインにしかない特徴的なグレーディングの話です。古代コインのスラブケースには MS などの状態の表記の後ろにストライクとかサーフェスとかという言葉とね、5点満点中何点かという評価点が記載されています。ストライクが打刻の状態、サーフェスが表面の状態の評価点です。どちらも1が最低の評価で、5点満点のものは特に状態がいいということになります。この2つ、打刻の状態、表面の状態について話していきます。ストライクは打刻の品質を1から5段階で評価しています。ここはあくまでも打刻の状態のみを評価しています。打刻というのはコインに模様を打ち込むことです。ハンマーコインと呼ばれている打刻ですね。古代コインは2500年も前に作られたコインです。当時現代のような、まあそういったね、作る機械とかありませんでした。まあ多分、多分というか絶対でしょうね。
人の手で模様を打ち込んで作ったりしていたので、ずれたり打ち込みが弱かったりと様々な特徴があります。まあそれが古代コインの味わいでもあるんですけどね。この打刻の評価基準としては、真ん中にしっかり打刻されているか、しっかりと強く打ち込まれているか、打ち込みは全体的に均一か、ひび割れてないか、そもそも欠損した金型で打刻されていないか、などなどです。これらを総合的に加味して5点満点で点数がつきます。そもそも今オークションで出ているコイン、古代コイン5点満点中の5点、これなかなか少ないです。そしてどんどん値上がりしています。なのでこれも投資価値としては非常に面白いと思います。次はサーフェイス、表面の状態についてです。表面の品質に関する評価基準は、光沢が残っているか、腐食があるか、細かな穴が多くついていないか、これは地中に埋まっていたことによってできてしまうデコボコのことですね。他にも汚れがついていないか、クリーニングされていないか、擦り傷や細かな線、そして傷がないか、ジュエリー加工のための穴や装飾の跡がないかなどです。ここに関しては他のアンティークコインと見られている点というのはあまり変わりません。ただ古代コインに特徴的なのが銀メッキ加工です。これは作ってる工程のね、一環として古代人が表面に銀メッキをまあ施していたというものがあります。この銀メッキがどれぐらい残っているかっていうのも評価の対象になります。最後は全体的な評価です。さっきも少しお話しした通り、古代コインを作る工程では機械ではなく全て手彫りでした。なので同じシリーズのコインであっても全体的なコインの表情っていうのは全部変わってきます。一枚一枚違った表情のある古代コインは、各々評価も必然的に変わってくるわけです。そしてその中でも特に優れた状態の古代コインは NGC の鑑定においてファインスタイルという評価がつきます。これちょっとおかしな話ですよね。僕のあのチャンネルを見てくれてるあなたならお気づきかもしれませんが、一枚一枚違った表情のある古代コインだったら鑑定する人によって評価が分かれるんじゃないか。ただ NGC はここに関して評価基準を設定しています。まずそのシリーズ内で基準評価となるコインを定めていること、そして新たに鑑定に出されたものが同じグレード内のファインスタイルと評価したコインより高評価であった場合は、グレード評価が1段階高くなります。これはつまり鑑定に出したものが MS60 だった、その時によく見ると以前に鑑定されていた MS60 ファインスタイルよりもいいコインだとなれば、 MS61 の評価に上げてくれるというものです。 NGC はこういった点を考慮して全体的な評価を行っています。ある程度の基準はあるんですね。適当にいいじゃんいいじゃんこれ、まあ気分もいいしファインスタイルで行こうよってわけじゃないんですよ。さすがね、二大鑑定会社の一つです。信用がしっかりと置けると思います。はい、今日は古代コインの評価についてお話をしました。2500年も前のコイン、どれにも味があるのでぜひ購入して楽しんでほしいです。僕もコイン見ながら歴史に思いを馳せると、それだけのワインの1本や2本は開けちゃいますよね。ねえ、古代コイン欲しいなと思った方、そうでなくてもコインを楽しみたいなと思った方はぜひ概要欄の LINE から葉山にご相談くださいね。では明日までに金属に脱穀して自分のストライク5の古代コインを作ってみてください。それではおやすみ。